こんにちは、岡部です。僕は普段アクリル絵の具とか油絵の具で作品を描いていて、絵の描き方とか絵を仕事にする方法などを発信しています。で、今回は絵が上手い人の定義って何なのか、手段や目的別に考えると分かりやすいです。こういうテーマでお話をしていこうと思います。まず僕の話になりますが、結構小さい頃から絵を描くのが、僕は大好きでした。幼稚園の頃は集団行動とかあんまできなかったので、部屋の隅で淡々とこう一人で絵を描いているような子供でした。かといっていわゆるこう絵が上手いっていうタイプではなくて、単にこう絵が好きだから描いているようなタイプでした。こう周りの大人に少しこう褒められるのが嬉しくて絵を描くみたいな、そういうタイプですね。今はかなり努力したおかげで、こう画力とかもちょっとずつついてきたかなって思います。で、皆さんの場合は、これはどうでしょうか？もし、こう、あなたが絵を描いている人なら、自分の画力がどれくらいなんだろうかとか、あと、上手いのか、こう、下手なのかとか、少なからず、こう、意識したことはあるんじゃないかなって思います。今回は、絵が上手いっていうのはどういうことなのかっていうことについて、ちょっと考えてみようと思います。漠然とこう上手さについて考えるっていうよりも、少しだけこう突っ込んで考えることで、今の自分に何が必要なのかっていうのが分かってくるんじゃないかなって思います。今の自分に画力があるのか不安っていう方とか、あと絵は好きなんだけどどう活かしていけばいいのか、分からないみたいな、そういう方ですね。そういう人に、ぜひ聞いてみてほしい内容になってます。あなたのこう身の回りに絵が上手い人は、いますでしょうか？もしくはこう幼少時代にこう学校とかで絵が上手いタイプの人間って、いましたでしょうか？おそらくこう小学校とか中学校とかで絵が上手い、人っていうのは、まあ一人くらいはいたんじゃないかなって思います。そういうカテゴリーにあなたが含まれているのか、含まれていなかったかっていうのは僕にはわかりません。でもそういったこう絵が上手い人たちとそうでない人たちのスタートラインに、違いっていうのはほとんどなかったんじゃないかなって思います。幼稚園ぐらいの子供の頃っていうのは、大体こう白い紙とこうクレヨンを渡したら、結構みんな楽しそうに、夢中で絵を描いたりしてますよね。なんでこうみんな楽しく絵描いてたっていうのかっていうと、それはこう人と優劣をこう比べたりとか、あと自分の絵とこう肉眼でこう見るリアルな世界の違いにあまり関心がないからかなっていうふうに思います。でもこう年が進んでいって小学校くらいになると、こうした点がちょっと気になってきちゃうんですよね。これは誰にでもこう訪れる、壁かなって思います。だいたいここで、絵が好きなままの人と、あと絵が嫌いな人みたいに、分かれてくるんじゃないかなって思います。ずっと絵が好きな方っていうのは、こうしたこう壁が現れるタイミングで、周りの大人とか友達に絵が上手いって褒められたりとか、あとうまく描けるための方法を見つけられたりとか、あとうまく描ける方法を教えてもらえるとか、コンクールとかに入選できたとか、そういう環境に身を置けた人が多いかなっていうふうに個人的には感じます。周りに褒められれば、こう子供って嬉しくてどんどん絵上手くなっていきますよね。逆にこう褒めたり、してもらえないと、下手くそな自分みたいな、そういう現実だけこう突きつけられてしまって、ちょっと描くのが嫌になってしまうと思います。まあこれは当然のことですよね。逆に言えばこう少々のセンスのこう差はあるかもしれないけど、最初のスタートラインはだいたい一緒で、後のこう環境によってこう上手いっていう風に呼ばれてる人とそうじゃない人の差が生まれるんだと思います。あなたがこう絵を描いている場合、それは当然絵が好きだからっていう、こう動機があると思うんですね。それでこう絵を長く描き続けていきたいっていう人は、それをもう仕事にしたいっていう風に考える人も多いんじゃないかなって思います。ここで考えておかないといけないのは、手段として使いたいのか、こう目的として使いたいのかっていうところをこう明確にしておくことなんですね。まずこう絵を手段として使うっていうのは、どういうことなのかっていうことを考えてみましょう。絵を手段にするっていうのは、こう絵を独立したこうメディアみたいな感じで扱うんじゃなくて、こう漫画とかアニメみたいにこう別のメディアを成り立たせるための手段として使うっていうことです。漫画が好きだからとか、あとストーリーを表現したいからっていう理由で、漫画を描こうとすると、
そのために絵を描かないといけないんですけど、これは絵を手段として使っていくっていうことです。同じく、こう、アニメを制作するために、絵コンテとかキャラクターとか描くと思うんですけど、こう、アニメを作るとかいう手段のために絵を用いるわけですよね。こうした場合っていうのは、目的がはっきりしているので、こう、ないといけないスキルがはっきりしていて、わかりやすいですよね。どんなスキルがないといけないのか、仕事内容からこう、逆算して、はっきりとさせられるわけです。じゃあ、絵が目的になる場合もちょっと考えていきます。これは、絵を描くために、こう、絵のために、絵を描くっていうことですね。おそらく、こう、多くの方が、こちらの方に当てはまるんじゃないかなって、個人的にはちょっと思います。絵を描き続けている、こう、タイプの人っていうのは、絵を描くスキルや、こう、自分のスタイルを、持っている人が多くて、それが強みになりやすいんじゃないかなって思います。これは、すごい、とても強い部分って言えるんですけど、逆に言ってしまうと、もう、それをどう扱っていくべきなのか。絵を描くっていうことをどう扱っていくべきなのかっていうのがよくわからないっていう方が結構多いんじゃないかなって思います。もちろんこうした方でもアニメーターとかあと漫画家とかそういう風に働いている人は結構多いと思うんですけど、もっとどっちかというと自由に絵を描いていきたいみたいな人が多いんじゃないかなって思います。もしこう自分の絵で仕事をしようってなると、イラストレーターとかあと画家とかそういう個人事業主として活動できる方法を検討するのも、一つの手かなって思います。で、今の、世の中にはいろんな絵の仕事があると思います。そのすべての仕事を こなせる絵のスキルを、習得するっていうのはあんまり現実的じゃないですし、その必要もないのかなって思います。もしこう絵が上手い人になりたいと考えるんだったら、まずこう自分の目標を立ててみることをお勧めします。ここまででは手段としてこう絵を用いる人と、あと目的として絵を描いている用いる人の2パターンですね。こちらをちょっと解説してみたんですけど、どちらの方向に進むにしてもこう目標設定は必要なのかなって思います。漠然とこう絵がこう上手くなりたいなみたいな感じで考えて絵を描いていくとしても、その上手さっていうのは、上限は基本的にないと思います。どんだけ絵が上手くなってもこう反省点とかは、いくらでもあると思いますし、上手くなればなるほどこうアラを見つけるのも、上手くなっちゃうんですね。なので例えばこう手段として絵を使いたいっていう人は、そのジャンルで通用するスキルの絵を描けるようになればいいですし、あと目的としてこう絵を使う場合でも、自分のこう目標とするイラストレーターさんとか画家さんとかを見つけて、そのレベルをこう目標にして、設定していけばいいと思います。自分にとって絵が手段なのか目的なのかっていうところをはっきりさせるっていうのが大事だってことですね。そしてこう目標設定さえある程度できれば、何が自分に足りなくてそのために何をすればいいのかっていうのが逆算できてこう明確になっていきます。それでこう自分の選んだ分野で活躍できるように、なれば絵が上手いっていうことになるんじゃないかなって個人的には思います。はい。で、今回の動画ではこう絵が上手い人っていうのはどんな人なのか、それを手段や目的別に、考えて、きました。趣味でずっと楽しく絵を描き続けるっていうのも、選択の一つではあるんですけど、そこからちょっと一歩踏み出して自分の絵の上手さということを考えてみるのも、ちょっと必要なことなのかもしれません。はい。というわけで今回は以上になります。僕は普段アクリル絵の具や油絵の具などでこう作品を作っていて、高校生の頃から、ずっと10年以上絵を描いているような感じです。最近はほとんど毎日メルマガとかでこう講座とかも配信してるんですけど、そこでは質問とか相談も受け付けています。 YouTube の中ではこうお話していない内容とか、あと公開してない動画もメルマガの方で配信しているので、概要欄の方から、ぜひご登録していただけると嬉しいです。あとこの YouTube のチャンネルでは基本的に絵を上達させるための知識とか情報、あと絵を仕事にしていきたい人のための情報、こういう部分も発信しています。もし動画が役に立ったっていう方は、チャンネル登録といいねボタンもぜひよろしくお願いします。あとブログとか SNS でも、作品や情報を発信しているので、気になる方は概要欄からアクセスしてみてください。というわけで今回は以上になります。さようなら。